YouTube チャンネルをご覧の皆さん、どうもハッピーダンバルです。帯なぎさです。二人揃って、帯ハピチャンネル、そうですね、違いますね。あ、帯ハピです。あ、はい。せーの、オビハピですということで、このオビハピが2人でやるということは、そうです。オビハピチャンネル、オビハピちゃん。いやー、もう数回回をね、重ねてますけども、はい、ここの、こう、決まりがまだ仕上がってないってことで、はい。今日も元気にって私が言うっていうやつじゃなかったでしたっけ。オビハピチャンネル、オビハピちゃん。これでいきましょう。これ決まりにします。そうしましょう。よろしくお願いします。これもサタデーモーニングラジオオビハピでは出てこないですからね。そうですね。もうここのナックワイブ YouTube チャンネルのもうのみです。はい。限定でございますので。よろしくお願いします。だからみんな見てる皆さんもオビハピチャンネル、オビハピちゃんってやってくださいね。ちょっと側近をうまく使っていただいて。ちょっとね、オフィスは。お願いします。はい。さあ、ということで、おみちゃん、今回は今回はですね、オビハピの中での一番と言ってもいいかもしれません。人気コーナーがありますね。はい、そうですね。なんで人気なのか。はい。そうです。募集もしてないのにやってくるあのコーナー、くじネタでございます。なんでこれをやるのかっていうのがあるんですけど、はい、ちょいちょいだから、SNS とか、もう正直、オビハピ、もうメッセージ読まれるの大変なんですと。はい。来るんですよ。ありがたいことに、オビハピ、3年目突入でございまして、本当毎回毎回、本当申し訳ないメッセージ待ってますって言いながら、読めないメッセージたくさんありまして、そうなんです。ね、その中で、もう、ダンバルさん、もう本編で読まれないんで、くじで頑張りますっていう、もう何ですかね、こう、本編のメッセージをもう送って、はい、送っても読まれないって勝手に諦めちゃってる皆さんが、なんかもう最後の砦みたいな感じで来るんですけども、そこもなかなかもうどんな感じでネタが読まれてるのか読まれてないのか。実際ね、くじの時報に合わせてのこの時報ネタなんですけれども、一、うん、はいはい、通しかね、読まれないんですよ、ね。そうですね。はい。大体もういつもこんなにどっさりくじネタのメールが。毎回ね、ありがたいことに来るんですけども。ね、はい。ね、皆さんどんなネタを送ってくださってるのかっていうのを。で、だからまあ、読まれたメッセージはオンエアでチェックしていただければと思うんですけども、はい、逆にどういうのが来てて読まれてない、そうですね。状態になってるのかっていうのを結構お問い合わせいただくので。ある意味ボツになってしまったくじネタってことですよね。まあそうですね。はい。結果、パケットの無駄って。はい。もう残念ながら最終決戦で落ちてしまった。どういうのがちょっと最終決戦なのか、はい、ちょっといきたいと思いますけども。はい、ラジオネームもいいですかね、読んじゃってね。コーパパ。ありがとうございます。春の季節、桜の木から散るのが花びら。では、顔をぶつけた時に鼻から出るのは鼻血。くじ。コーパパありがとう。問題。認めるや認識するを意味する知る。この知るの尊敬語は語から始まる言葉で言うと存じくじ。おー、のり太郎からいただきました。元局アナのおびちゃんならバッチリ理解できますよね。そして新社会人の皆さん、敬語の使い方を覚えると好感度と会話力がアップすると思いますよ、というね、こういう一文もつけてくださる方もいらっしゃるんですけども、ちょっとハッピーダンバルが何言ってるかよくわからないよってなってくる。なるほど、そうなんだって。もう、それでボツになってしまったんですね。そういう、残念ながらそういうことですね。続きまして。はい。問題。はい。米助さんが家に来るときに持ってくる大きなものは？しゃもじ。くじ。おぉ。小平の勇気から。はい。最近見ないので。僕がね、僕が最近見てないので、
続きまして、ライライ。オビハピのディレクターで、カカシのギタリストといえば、村上裕二。くじ。個人情報もあれだし。あと、オリンとかもよく送ってくるんで、おかぶり様が多いです。誕生日の時多かったです。続きまして、問題。はい、エール。日本語にすると応援。では、ホエール、日本語にすると？羊？ホエールって何でしたっけ？ホエールって？ホエール。叫ぶ？ホエール。ちょっといいか。あ、止めてもらおう。クジラ？クジラのクジ。羊って何でしたっけ？シープ？まあ、こういう。だから、ボツです。そうだね。今、俺のセリフだよ。おっしゃ、俺のセリフだよ。そう、そう、真ん中に入れてきたりするとこもあったりとか、ね、てかもう他たくさんあるんですけど、もうちょっと今、おびちゃんがなかなかのつまずき方したので、まあ、こんな感じとかね、来てますけども。YouTube でもボツに、じゃじゃらみんな、呼ばれない。そんな、うちの渚にこんなことをさせやがって、この野郎みたいな感じになっちゃってますから、もうこれで、まあ、こんな感じで来てる、いっぱいいただいてますけども、はい、まあ、なんかでもまあ、時事的なものとか、はい、まあ、俺の好みがもう、丸出しなので、どういうのが読まれるかっていうのはもう、時の運ですから。英語はちょっとやめてもらいたい。英語と時事問題系はちょっと避けていただけると。今、時事ネタだって俺言ったばっかりですけどね。まあまあ、ともかく何が読まれるかは、ね、まあもちろん4時間通してですけども、そのうちの9時の頭、チェックしていただければと思います。来週土曜日朝8時からお昼12時はサタデーモーニングラジオオビハピで引き続きお付き合いください、ね、はい、といったところで、せーの、オビハピチャンネル、オビハピちゃん、ここまでのことは私が送ってました、ね、オビ渚でした。無理して送ってこなくていいですかね、口ネタは。メインはもう本編ですから、お願いします。ロツレチ派の方でお待ちしてますら。